株式会社、吉村ジャパンは、オートバイ、自動車用の部品、用品の開発、販売及び、レース参戦を行っている、チューナーレーシングチームである。鈴鹿サーキットパドック。片間 1135R レーサー車両同社の、製作する、エキゾーストシステム社名は創立者である、ポップ吉村こと、吉村秀夫のせいから名付けられている。ポップとは、親父の意で、 戦後間もない頃英語が喋れるヒデオはバイクのチューニングを依頼してくる若いアメリカ兵から父のように慕われていたためこの愛称で呼ばれるようになったと言われる。ヒデオは生前4ストロークのチューナーだけが成功するという持論を展開していたため吉村が製造販売するパーツは基本的に4ストローク用のみとなっている。現在の代表取締役社長は 秀夫の長男の吉村富二夫。2007年からは、秀夫の娘婿の加藤翔平の息子である、加藤洋平が、レースチームの監督に就任している。また、秀夫の長女の美奈子は、森脇エンジニアリング創設者で、過去、吉村のレーザーメカニックとして活躍した、森脇守の妻である。特に日本のバイクレーメーキに、大きな存在感を示し、 1> 第1回鈴鹿8時間耐久レースにて、当時わずか数名の町工場チームであった吉村が、大企業ホンダを打ち破るストーリーは、NHK のプロジェクト X でも放送されるほどの語り草となっている。日本以上に北米での知名度が高く、藤尾はアメリカ人でバイク乗ってる人で、吉村というカタカナの読めない人はいないと述べている。 1960から1970年代半ばまでは4ストロークエンジンを主力とするホンダ。北米ではホンダ川崎社のチューニングを手掛けていたが、1976年に初めて4ストロークレーサーを手掛けた鈴木が吉村の腕を見込んで提携。以降、吉村のレース活動は,は鈴木一色に染まっていく。また鈴木のレース用キットパーツなど、 プライベーター向け部品の開発と製造も受け負っている。他、吉村トルネード1200ボンネビルなど、吉村オリジナルパーツを組み込んだ、行動走行可能なコンプリート車両もたびたび、販売している。ただし一般車用パーツに関してはその限りではなく、鈴木以外の車両用のパーツも製造販売している。鈴木 GS1000R で出場した第一回。 第3回鈴鹿8時間耐久ロードレースで優勝し、ワークスチームを退けてのチューナーチームによる優勝により、同レースへの注目と関心を集めた。その後はしばらく優勝がなかったが、加藤陽平新監督就任の初年度である2007年の第30回大会で、久々の優勝を果たし、2年後の2009年、鈴木 GSXR 戦で参戦した第32回大会で、 通算4度目の優勝を手にしている。長年全日本ロードレース選手権に参戦していたが、スーパーバイク世界選手権への挑戦のため、2009年に一度活動を休止。2010年から、クレセント鈴木を支援する形での WSBK へのスポット参戦が発表されたが、資金難のために、実際の参戦は、モンツァラウンドの一戦に限定され、 2011年もポルティマオラウンドへのスポット参戦にとどまった。2012年からフル参戦を果たすが結局カンバシー成果を上げるには至らず、2015年末をもって SBK から撤退した。なおこれに先立ち、吉村は2013年から全日本に復帰している。2021年にはすでにテクニカルパートナーであったフランスのセルトからのラブコールに応え、 関係を強化。続きのファクトリーチーム、吉村セルトモチュールとして、本格参戦することを発表している。北米でもファクトリーチームとして40年以上にわたり、活動しており、アマスーパーバイク、モートアメリカのスーパーバイククラスにおいて、史上最多勝利、チャンピオン数を記録している。後にスーパーバイク世界選手権王者となるベンスピーズも、 吉村鈴木出身のライダーである。現在は製品の大半を二輪関連の商品が占めているため、吉村イコールオートバイのイメージが強くなっているが、1960年代にはホンダ S600 など四輪のチューニングも手掛けていた時代があり、当時スポーツカーで争われていた日本グランプリにも出場経験がある。後にレーシングエンジンチューナーとして、 なお馳せる県松浦レーシングサービス創設者の松浦、県もこの時期に同社に在籍していた。また市販車でも松田ロードスターやケータハムスーパー7など4輪のチューニングを手掛けることもしばしあった。日野自動車のダカールラリー活動においても、旧廃棄系を中心にパーツを供給している。モータースポーツとは直接の関係がないが、吉村バレルズとして、 ダーツ用パーツも展開している。ありがとうございます。